ドレスのロベルト・スアレス投手33が16日日本時間17日レンジャーズの本拠地テキサス州アーリントンでのオールスターゲームになリーグの8番手として登板。初出場の舞台で打者2人を2者連続三振と圧巻の投球を披露した。2点ビハインドの7回からマウンドに上がったスアレスはリーグ9番の先頭ウェストバーグオリオールズを 100.4 マイル約 161.6 キロ直球で空振り三振。1番グリーンタイガースをこの日最速の 100.7 マイル約 162.1 キロ直球で空振り三振。8球すべてが速球系とシーズン同様の力で押す投球だった。阪神からメジャー移籍3年目の右腕は今季パドレスの守護神に定着。ここまで38試合で4勝1敗22セーブ、防御率 1.67 の成績を残している。敵として本当に打てる気がしなかった。カズジモニにも直球で急に来る変化球。あんなの打てへんやろ。いつかどんな形でもいいから阪神に関わってほしいと思う。叶わぬとわかっているからタイガースに戻ってこなくてもいい。でも、いつまでもタイガースの誇りであり続けてほしいです。また阪神戻ってきてくれんかのメジャーのオールスターで160キロを超えるフォーシームで2奪三振。やっぱりタイガースでも無双していたスアレス投手。もう一度甲子園球場でスアレス投手の勇姿を見てみたいと思った。やっぱりスアレス好きだわ。ソフバンではいまいちで阪神で覚醒。そしてメジャーでオールスターに出るまでになった。素直に嬉しい。今でも帰ってきてほしい外国人選手の一人。MLB でも頑張ってるみたいで何より。虎の守護神が世界の守護神に、阪神から羽ばたいたという事実が誇らしい。タイガースに戻ってきてほしいですね。いつでも帰ってきてええんやで。ソフトバンクと阪神スアレスはうちが育てた。大谷、今永、スアレス、みんな活躍してるのいいな。